はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますのが、ライカの定番のレンジファインダーカメラです。ライカの M3 の初期型になります。シリアルがですね、732の475ということで、ですね、1955年の、ドイツ製のライカ M3 ということになるんですけれども、こちらの個体がですね、あらかじめ言っておきますとですね、通常はダブルストロークの個体のはずなんですけれども、シャッターユニットはですね、どうやら、乾燥されておりまして、シングルストロークに、はい、ご覧のようにですね、改造されております。はい。じゃあ外観から見ていきますね。はい。はい、外観はですね、ご覧のようにですね、若干の使用感が感じられるという感じですね。軍艦ぶりも、そこかしこに細かいちっちゃいスレが見られますね。はい。まあ、ただ、カトッコとかに、大きな当たりとかですね、へこみのようなものは見られずに、おおむね綺麗な状態です。サイドの、スラップの跡も少ないですね。はい。本も見られないですね。はい。非常に綺麗です。で、バックドアの塗装も綺麗ですね。はい。側後部にですね、ちょっと一つ目立つ凹みがありますね。これだけご了承ください。あとは全体的に、普通程度のスレという感じですね。はい。で、針側の状態ですけれども、針側、フロントはこういう剥がれやすいところですね。サイドの剥がれやすいところも、きっちり埋まってて、パリパリもせずに、はい、しっかりしてますね。はい。ただバックドアのこのフィルムインジケーターの上のここのとこだけ、はい、5ミリ台のちょっと欠けが見られますね。はい。これだけご了承くださいという感じです。はい。こんな感じですね。で、ファインダーですけれども、ファインダーはですね、この前から見て腐食とか、曇りカビといったものは見られずに綺麗ですね。で、接眼部から覗いてみてもですね、ブライトフレームもしっかりしておりまして、黄ばんだりとか、ほこりカビの混入、曇ったりとか、黄ばんだりとかもしてないですね。二重像もくっきりはっきりしてまして、縦ずれもありません。ピント合わせと、フレーミングに難はありませんという感じですね。はい。じゃあ、シャッターのチェックに行きますね。シャッターは、先ほどご覧いただいたようにシングルストロークに乾燥されております。はい。低速の1秒から見ていきますね。はい、ご覧いただいていると、お聞きいただいていると思います、はい。はい、シャッター音とかも聞いていただいてますね。はい、という感じで1秒は、しっかり刻んでますね。次2秒です、はい。はい、2秒も安定してますね。はい、次4秒じゃなくて5秒ですね。はい。はい。5秒もしっかり安定してますね。はい。という感じで、低速にですね、粘りとか、遅くなったりとかはないようです。じゃ中速の250分の1秒を切っていきますね。はい。ほぼもう見えないんですけども、シャッター音変わりましたね。はい。これもきっちり開いていますね。はい。お分かりいただけると思います。はい。じゃあ、セルフタイマーをチェックしていきます。こちらで、はい、やっていきますね。セルフタイマーも途中で弱くなったりしないで、きちんと刺してますね。はい、この辺で、シャッター切れまして、はい、きちんと動作しております。はい。はい、じゃあ、底蓋を外していきます。はい、底蓋もすんなり外れまして、スプールもついております。バックドアもですね、はい、パカパカせずに、きっちりここにはまるタイプのバックドアですね。はい。でもって、フィルムじゃなくて、シャッター膜も、黄色くなったり、波打ったりしないで綺麗ですね。はい。はい、巻いた状態でも綺麗ですね。はい、じゃあ、ここでですね、はい、1000分の1秒、ちょっと早めのシャッターを、はい、チェックしていきます。ご覧のようにですね、向こう側の景色が、はい、見えると思います。一瞬だけ。はい。
ご覧のように1000分の1秒もきっちり空いているのがお分かりいただけますね。はい。ということで、シャッターには全く問題はありません。はい。で、底蓋もきっちりと閉まりますね。はい。きつくなったりしないで。はい。付属品はご覧の通り、純正のボディキャップがついております。はい。ということでですね、シャッターが乾燥されていますので、その点だけ、ご了承いただければですね、大変状態のいいライカ M3 初期型という型になります。まあ初期型と言っていいのかどうかわかんないんですけども、はい。大変お買い得のですね、値段設定できると思いますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。